こんにちは、永井美学塾へようこそ。塾長の永井龍之介です。今回はですね、軽井沢千住広志美術館ギャラリーでの東山会版画展のご紹介をしたいと思います。こちらにあるのがポスターなんですが、7月7日から7月27日までですね、軽井沢千住広志美術館ギャラリーで東山会版画展新種を愛した巨匠ということで、これは長井画廊企画としてですね、開催します。で、実はこの軽井沢千住広志美術館、千住広志さんね、今ウォーターフォールをはじめもう世界中で活躍をされている、日本を代表する画家ですけれども、千住さんとはずっと前からね、私もう四半世紀にわたりビジネスのお付き合いでですね、いいお付き合いが続いてるんですけれども、この実はこの美術館がですね、2011年の10月に開館をしました。ちょうど今年が10年になるんですが、その美術館の開設にあたりですね、実は2007、8年頃からね、この美術館の運営されている会社とですね、協力しながらその収蔵作品とか、どこに美術館を作ろうとかですね、建築家誰にしようかってことも含めて、もっと早い段階からいろいろとお手伝いをさせていただきました。そしてこの美術館がですね、建築家の西澤龍英さんなんですね。で、画家が千住広志さん。で、西澤さんといえば、金沢21世紀美術館、金沢21世紀美術館は瀬島さんとの、共同パートナーによるサナの、設計建築による建物ですね。そして単独の仕事としては十和田の現代美術館ですね。それから世界的に見るとフランスにあるルーブルの別館です。こちらも、西澤さんが手掛けられていて、日本を代表する国際的な建築家として今、大変な話題な方ですね。建築家西澤さんと、日本を代表する、ベネチア・ビエンナーレで日本、東洋人として初めての名誉賞であるとかですね、イサム・ノグチ賞、それから今年はですね、恩賜賞、日本芸術院賞も受賞された、まさに、日本を代表する画家千住広志さんですね。建築家画家を代表する両巨匠のコラボレーションによる美術館という印象ですよね。で、それが非常に軽井沢の自然にマッチした形で、全面ガラス張りの中に千住さんの作品がうまく生かされた素敵な美術館になってるんですけれども、その美術館のですね、本館とは別にですね、ギャラリー館というのが実は 別途であります。で、こちらも西澤さんの設計なんですが、こちらはですね、いろいろな企画がですね、年に何回か入るんですけれども、そういう美術館とのご縁がありましたので、2018年からですね、そのギャラリー館の方もね、何か企画ができないかというようなことも相談もありまして、私なりになんかいつかはそのギャラリー館の方でね、うちの企画で何かやりたいなという思いもあったものですから、いい形で、じゃあ信州や軽井沢にゆかりのある巨匠の企画をやりましょうということで、2018年にですね、生誕130年記念梅原龍三郎朝間と共に過ごす夏という展覧会を開催しました。梅原龍三郎先生、日本を代表する洋画の巨匠ですね。その梅原先生がですね、戦後軽井沢に別荘を作られて、毎年夏から秋にかけてその軽井沢で過ごされて、でその間ずっとその浅間と向き合いながらですね、浅間の連作をもう毎年描いていたんですね。で、実際にこの軽井沢千住広志美術館からも浅間を望むことができるということで、で、梅原家のですね、ご遺族の方とこういう企画って話をしたときにですね、今まで浅間の名作をたくさん作品残されてるんだけれども、意外なことに、地元軽井沢とか信州エリアで梅原の浅間の企画をやったことがなかったという話が出たので、いや、これは逆にちょうどいい機会ではないでしょうかということで、梅原の浅間の、連作ですね、それこそ実は今でもうちにあるんですけれども、最後の絶筆のですね、浅間の作品なんですが、その絶筆50号の大作を中心に、パステル、水彩、デッサンですね、浅間の連作、そしてあと版画ですね、の展示をして、大変話題を、ご好評をいただきました。で、またその千住美術館、今軽井沢にもたくさん美術館がありますけど、一番今人気のスポットでですね、特にこの夏の期間がね、
まあ、多くの人が来場されるということで、非常にその会期中もですね、私もたびたび会場にいたんですが、本当に多くの方にご覧いただいて、逆にこういう企画を やったことでね、何か非常に新しい戦時美術館の魅力になったかなという話も承って、非常に私としても企画してよかったと思ったところですね。そして、まあ、2018年、まあ、いい形で展覧会ができましたので、翌年2019年にはですね、やはり生誕130年で、奥村土牛、佐久穂町奥村土牛記念館とともにということで、この奥村土牛さんもです、先生もですね、まあ、日本を代表する日本画家ですね、まあ、梅原奥村という感じなんですが、ちょうど戦争を挟んでですね、佐久穂町、佐久に近いところなんですけれども、に、まあ、疎開をされてしばらく過ごされたということがあってですね、今そこが奥村土牛記念館があるんです。まあ、主にその祖父母を中心とした、まあ、展覧会なんですけれども、奥村芸術といいますか、奥村先生の素晴らしさは、やはりその線の魅力ですね。その線を生かしたその素描を中心とした記念館で、非常にその地元の人にも親しまれている非常にいい記念館なんですけれども、その奥村家の方とも実はご協力をいただいて、2019年には奥村土牛先生の素描を中心に、あと版画ですね、の展覧会を開催させていただきました。そして、まあ、昨年2020年はですね、まあ、ちょっとコロナもありましたし、あと私自身前もちょっと YouTube で話をしましたけど、ちょっと骨折ということもあってね、まあ、去年は中止をしたんですが、また今年また改めて再開ということで、信州ゆかりの巨匠といえばこの方ではないかなということでですね、東山怪異版画展を開催することにしたんですね。で、今ちょうど長野にですね、長野県立美術館、まあ、リニューアルされましたけれども、1990年に長野県信濃美術館東山怪異館というのがオープンしました。で、まあ、後で東山先生のそのプロフィールを紹介しますけれども、もともと横浜生まれなんですが、非常にその信州という自然にですね親しまれていて、ご自身、まあ、信州が第二のふるさとという思いでですね、いわばその信州を中心とした、まあ、風景をたくさん描かれてるんですね。ですから、その作品から何かその信州との東山先生との思いというのを感じるところがあって、でそのまさに長野に、美術館もあるという非常に深いご縁があるんですね。で、今回の作品はですね、まあ、版画を中心とした展覧会なんですけれども、この作品がですね、非常に貴重な作品が揃いました。中でもまずこの最初に紹介したい、このポスターのメインビジュアルで使っているこの静影という、静かに入るという感じで書くんですが、これ対策、版画としても対策です。横が大体180センチぐらいある、縦が90センチぐらいある、まあ、版画としては非常に大きな版画作品なんですけれども、これ非常にまさに信州の風景ですよね。森と湖、このブルーの微妙なトーンのコントラストですよね。で、この作品のですね、原画がですね、長野県の文化会館のどんちょうのために描かれた原画なんです。でその原画は今長野県立美術館の所蔵になってますけれども、非常にこのどんちょうですから、多くの人がその文化会館でこの作品をご覧になっている方も多いと思います。非常にその信州の風景を描いた作品がその長野文化会館にあるということでですね、非常にその親しみを感じていただけるのではないでしょうか。でこの作品の版画がですね、1985年にね、限定75部で制作をされました。版画というとですね、比較的まあ15ぐらい、だいたい50センチ60センチぐらいの大きさで限定200とか300とかっていうのが一般的なんですが、これまあ対策ということもあって、ね、限定75部なんですね。それだけでも大変貴重なものです。でこのビジュアルに使ったこの作品、そしてまあ展示をするこの作品はですね、やっぱり軽井沢にあります旧軽井沢ホテル音羽の森の所蔵なんですね。音羽の森の新館ロビーに、まあ、通常ずっとかけられてた作品なんですが、まあ、ホテルのオーナー のご理解をいただいて、同じ軽井沢のご縁ということもあってですね、この作品を特別にお借りして展示をすることができました。でこの作品を中心に今回の展示はですね、約30点近くの展示することになったんですけれども、本当に最初のですね、版画、
東山さんというといわば複製版画の、ね、イメージが多いと思うんですけれども、初期1956年、まだ40代の頃にですねから実はオリジナルと自分で直接描いた版画も何点か残されていて、今回はですねその第1作目第2作第3作という非常に貴重な木版画も展示します。であとその後のオリジナルのリトグラフとかですね、あとは信州風景、また、京都ですね、京都にも非常に思いがあってです、ね、京楽式のですねそれぞれの京都を描いた作品、あるいはその日本各地の自然を描いた作品ですね、それからヨーロッパへも大変親しまれていてまして、特にドイツ、オーストリア、それから北欧ですねもよく訪ねられた、そういったところで、描いた作品をもとにした、版画です。非常にこれは今代表作はほとんどその長野県立美術館に入ってますし、しかるべきところに収まっているということもあって、もちろんたまにその原画作品が、マーケットに出ることはありますけれども、普段身近に接する作品としてやっぱりこの版画ですよね。この版画の意味っていうのは私は非常に感じていて、やはり版画が普及することでその作家が知られていくと、逆にそれが普及するということはその作家 の人気 の証でもあるんですね。昔からやはりそのラファエロにしてもレンブラントにしてもですね、そういった版画が数多く流通することで知られてきているって歴史がありますし、日本でもそれこそ浮世絵のね北斎であるとか広重であるとかですね、そういった人たちが今日本だけではなくて世界中に知られるというのはやっぱり版画の普及によるところが多いわけですよね。そういう意味では現代、20世紀においても例えばピカソであるとかシャガールであるとか、そういう流れでいくと、日本においては東山魁先生や平山郁夫先生とかですね、展覧会もやりましたけど梅原龍三郎さん先生とか奥村土牛先生とかね、そういった方々の版画が普及して多くの人がそういった作家のことを知るわけなんですけれども、その中でも最も数多く流通をして多くの日本の人たちに親しまれている画家の代表が東山先生ではないかなということで、非常に貴重な本当に夏の軽井沢にふさわしい展覧会になると思います。私も会期中ですね、主に週末、土日、祝日になると思うんですけれども、会場にいますので、この機会にですね会場で皆様と交流しながら軽井沢のひとときを過ごせればいいなと思っていますので、ぜひお越しいただきたいと思います。はい、それではこれからちょっと東山先生は非常に日本を代表する方ですので、そのプロフィールを紹介したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。